の将が陣取って、手薄な中央を進めば戦いは避けられそうだ。彼らとの戦いを避けると見越した罠かもしれない。中央は避けて進もう。ここだな。本当に趙雲殿が敵に？この目で見てもまだ信じられない。手加減はできない。それに兄上たちまで本当に戦わなきゃいけないのかな。